Hello, what's up, guys? My name is Lian and welcome to my video! ということで、今回の動画はちょっと前に動画で本当教えたくないシーズン8の最速のレベル上げする方法みたいな動画を上げて、その動画内容がインポスターと周回するみたいな感じの動画だったんですけど、なんとその1週間後ぐらいに公式が弱体化して経験値もらえる量半分ぐらいまで弱体化されちゃったんですよ。なんですけど、今回は新しいアップデで、普通の公開マッチの方でめちゃくちゃ経験値入る方法があるらしいので、今回はその方法を皆さんにご紹介していきたいと思います。この動画が少しでもいいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで早速説明していきたいと思うんですけど、まあ、今回いくつかこの経験値もらえるところが変わってて、まあ、いい感じにね、変わってるんですよ。っていうのも、こちらのデイリーのところが、なんと前は 15K しかもらえなかったのが2倍の 30K、1日3回もらえるようになってます。必ずこのデイリーはやるようにしてください。で、なんと今回の本編なんですけど、こちらのこの NPC に話しかけてするクエストの経験値がマジで、めちゃくちゃ増えてるんですよ。で、今回はちょっと一人でやってもいいんですけど、なんと、二人三人でスクワットでやるのが一番効率がいいので、今回ちょっとスクワットでどれぐらい経験値がもらえるのか皆さんに見せていきたいと思います。で、これね、ちゃんとスクワットでやると、普通にインポスターの時よりも経験値がもらえるぐらい、もう本当にぶっ壊れってぐらいらしいんだよね、スクワットでやるとね。ソロでも全然できるんですけど、スクワットのね、この NPC に話しかけるクエストがマジですごいらしくて、皆さん、ボニーのここの NPC 集合しましょう。で、一応すべてのこの NPC のクエスト全部ね、バフかかってて、もっと今までよりも多分3、4番ぐらい経験値もらえるようになってるんですけど、前は確か500とかだったのが、それのね、何倍ももらえるようになってるので、基本的にね、どの NPC でも話しかけてクエストやるのは強いんですけど、まあ、一番、今回はこの動画で一番効率いい方法を皆さんにお見せしたいと思います。まず、ここの車に来ます。で、このクエストにはね、車が必要になってくるから、ここで降りた方が効率いいんだよね。OK。で、みんなこの車乗れる？乗って乗って乗っていい。OK。で、ここの NPC のクエストを、4人とも一斉に受けます。全員、ここで、これですね。これをみんな受けて、このクエスト。受けたかな？みんな受けた？このクエスト。受けた？ OK。で、まず最初に、車にガスを入れるやつだよね。燃料入れなくちゃいけない。燃料入れよう。入れてる？みんな車乗って、いや大丈夫だ大丈夫だ、オッケーオッケー、クリアしてるクリアしてる、オッケー。次に乗って乗って乗って、次にこれで移動しなくちゃいけないから、これで移動する。おー、やばっ。え、待って、めっちゃ、あ、スーパーチャージだからめっちゃもらったんだこれ。で、次に乗り物で郵便箱を破壊する、これか。で、次にこれを破壊しなくちゃいけない、これだ。もう一個もう一個もう一個、オッケー。で、これで次に4つ目がなんだ、乗り物で2秒間空に浮くやつか。オッケー、ちょっとシザー集めなくちゃいけない。これ、そう、単体のクエストだけじゃない、確かこれ4人ともちゃんと経験値もらえてんだよね。そうだから、これはね、4人でしっかりと1レベル1からやらなくちゃいけないんだよね、あのクエストを。そうすると4人ともちゃんと全部経験値もらえるはず。これで2秒間空に浮くと、1、2、OK。で、最後に、なんだっけ、ひっくり返った車をインタラクトで起こす。OK。最後にこれひっくり返らせなくちゃいけないのね。ひっくり返れ。あ、やば。ひっくり返んなかった。いける！ナイス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 ！よっしゃ！で、これ起こす。OK！やっとできた。これで全部で、これで終わったか。これで終わりだね。で、これでまた繰り返せるんだっけ、これ。これで、またこの NPC に話しかけると。あ、できるわ、また。やばっ。え、みんなクエストこれ受けれる、また。受けた？じゃあガソリン入れるよ。OK、できた、できた、できた。いよいよ、乗って乗って乗って。はい、経験値もらう。2個。3個。OK、経験値もらう。オッケー、これで2秒間いけるか。1、2、OK。で、最後にひっくり返ると。いけた！ああ、そういうことだ、手前でやるんだ、これ。OK、OK、OK。一回抜けるか、これじゃあ。はいはいはい。
オッケーオッケー。燃えよう。ああ、熱い。オッケーオッケー。はい、ジジイズ。これでどんぐらい経験、やばっ！え、俺スーパーチャージあるけど2レベル上がったよ、多分これ。3レベル上がった俺。え、3レベル上がったかもしんない。2、3分で1レベル上がるってことでしょ。これや、え、これやばくない？で、これちょっと海外の人が計算してくれたんだけど、海外の人が言うには、ソロで 14,550。で、デュオで 29,100。トリオで 43,650。で、スクワットだと58,000もらえるらしいんだよね。やばい、これは。インポスターの何倍やばいって。しかも何試合、1試合に何回も連続でできるんでしょ。確かに、インゴットもめっちゃもらえてるね、これ。今気づいたけど。だから、インゴットと経験値どっちもめっちゃ稼げるってことでしょ。え、みんなのレベルやばくないこれ。どんどん上がるで、これ多分。オッケー、こっからちょっと5分で全力で稼いでみて、どれぐらいもらえるかちょっと見ていきたいと思います。30分後。はい、ということで、なんと、まあ、本当にちょっと30分ぐらいやった感じ、もうみんなのレベル見てわかると思うんだけどね、4人ともめっちゃレベル上がったね。やばいね、1人201レベルいってるし、俺も多分動画前178とかだったのに、もうほぼ10レベル、3、40分でいけちゃってます。なので、これマジでやばいやつ、本当に。1時間やったら多分全然10レベル、10何レベル上がると思うから、普通に1日でも100レベルいけんじゃねってぐらいの、でぐらい、これやばいことがわかりました。で、スパークルメン次やるんですけど、スパークルメンはこちらにいるらしいんで、ちょ、この他の3人もね、みんな、もしスパークルメン残ってたら、一回削除してほしいかも、クスト。もうよくあるサムネ詐欺のサムネみたいになりそうじゃないこれ。今回の動画。レベル1000みたいな。もうそれぐらいマジで効率いいんだけど。スパークルメンどんな感じなんだろう。どうやらここも結構効率いい。生きてる？え、何これ？え、ミスティの量やばくない？やばいやばいやばい。え、えぐい。なんならこっち来てる。あ、これ絶対ボニーの方がいいかもしれん。なんでこんな、え、なんでこんないるの？やばっ。うわー、吹っ飛ばされた、ごめん。やばいやばいやばい。めっちゃいるめっちゃいる。なにこれなにこれなにこれ、何があった何があった。え、えぐくないこの敵の量。なに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 。やばいやばいやばい。え？なんかあるんここに。よし、オッケー。ちょっとさっきね、ファビオスパークルメンに敵すぎて、一回ちょっとその後解散しちゃったんですけど、ちょっといろいろ調べてたら、どうやら、あそこのファビオスパークルメンがマジで、めっちゃ一気にもう何レベも経験値、何レベも上げることができるらしいので、ちょっと今回は、それをね、ここからはちょっとそれを皆さんにお見せしたいと思います。実際に試してみて。あと、サブアカを入れました。サブアカはちょっとレベル1なんでね、これでどれぐらい一気にレベル上がるか分かると思います。一旦ストップ！今ちょっと動画編集中なんですけど、これから見せる、このファビオスパークルメンの経験値の稼ぎ方はもうエピックが、この今の時点で修正しちゃってるらしいんで、もうできないんですけど、まあめちゃくちゃ経験値が稼げたので、へえ、こんなのあったんだ、みたいな感じで、ここから見ていただけると嬉しいです。でも、最初の方に見せた、そのスクワットで NPC に話しかけて、全員でクエストやる方法はまだできるので、経験値稼ぎたい方はそっちの方でやってください。それではちょっと修正されちゃった方のやり方を見せたいと思います。レッツゴー！ OK！ はい、じゃあ作戦を伝えます。簡単に説明すると、この1回目のジップラインのクエストがあるんだけど、ファビオスパークルメンのクエストをやってる人いたら、それちょっと消してほしいかも。で、このジップラインを使用するってやつがあるんだけど、それを1人にやらせて、あと3人はこのクエストだけを常に回すって感じ。OK。だから3人これクエスト受けてる？受けてない人受けてね。ファビオスパークルメンの。リムさん受けてるかな？受けたら教えてね。OK。じゃこれでジップライン使用する。で、もう一回受ける。あ、じゃあ一回これで削除するんだ。さっきのやつを。削除して、もう一回受ける。OK。これでもう一回削除。これをただただやるだけ。削除して、もう一回クエスト受ける。あば、あ、そっか、ダメだこれ。俺がジップライン行ってくるわ、ちょっと。すげえ。オッケー。あー、間に合わない。オッケー。さて、どんぐらいレベル上がったんこれで。戻るのが怖いよ。15だから何レベだこれ。俺は3レベか。1レベから5レベだから。まあ、約5レベ？ 1 試合で。
1試合で5レベル、待って、1試合で5レベルってそもそもやばくない？はい、っていう感じで今回は2日前ぐらいのシークレットアップデートで新しく来たこのレベル上げ方法を皆さんに紹介したいなと思ってちょっと動画を撮ってみたんですけど、残念ながらね、後半の方はちょっと修正されちゃって、前半の方に紹介したやり方しか使えないんですけど、それだけでも、今簡単に計算すると5分で約1レベルだから、まあ1時間で約12レベル。で、そっからもし24時間ずっと1日中できたとしたら、1日で約288レベル。まあだからだいたい300レベルぐらい1日で上げることができるんですよ。なので、このやり方でぜひ皆さん、レベル上げに苦しんでる方とかは、なるべく早めに、もしかしたらね、一応これ仕様なんですけど、最初の方も修正されるかもしれない。ちょっとレベル上げがぶっ壊れすぎてるからね。運営が調整して、ちょっと下げるかもしれないので、ぜひ早めに皆さんこのやり方でレベル上げやってみてください。という感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。このレベル上げ方法がやばいと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト!